ちゃん。こんにちは。さあ、教えて豊さんのコーナーです。今日は大好評になったね。大好評ありがとうございます。皆さん本当か？多分コメント欄に皆さんどんどんね質問を書いて、はい、くださってるので、どんどん皆さん今後も募集しているので、ね、ぜひ欲しいんですが、はい、じゃあ早速いきますよ。一平吉田さんです。ありがとうございます、はい、近年で言うとオリックスの杉本選手やベイスターズの佐野選手、はい、タイガース中野選手といったいわゆるそのドラフト買い占めながら活躍する選手が目立ってきてると思うんですけども、うん、どういったポイントが買い指名につながるのでしょうか。また下位から花開く選手の共通点はあるんでしょうか。例えば杉本選手、佐野選手、中野選手がどういったポイントで買い指名になってたのか。今やね、まあ、それはもうアマチュアの、はい、まあ、実績だとか、はい、他の球団に目にまだ止まってないっていう人は、はい、やっぱ後でもいいと思うんだよね、はい、指名するの、うん、やっぱ上位はもっとこれはなんか競争になるなっていうような選手は先にも示しといけみたいな、あ、いやこれなんで高い評価してないんだろう各球団って、はい、で様子を見ながら、まあ、4位でも5位でも多分取れるよみたいな、そういう話になってるんだと思う。だからドラフトの上位から外れて下位にはなってるんだと思う。あ、そういう、例えばいいものは認めててもバッティングはいいけど守備は罰だなっていう人たちはやっぱ下位になるよね。あ、逆に守備はいいけどちょっとバッティングがなっていう人も下位にはなるよね、うん、バランスのいい人間から、まあ、こういう、まあ、失礼かもわからないけども、うん、まあ、上位に行くよね。そうですね、うん、まあ、杉本もそんなに守備は上手くない、はい、佐野も上手くないよね、まあ、どちらかと、どちらかというとね、はい、でやっぱり守備固めを置きたいぐらいの選手でしょ、うん、でもう一人誰だっけ、中野選手です。阪神の中野も下位かな、はい、あ、まあ、ちょっと体が小さいとかさ、うん、パワー不足かなとかさ、でもそういうこともあるんだよね、うん、だから下位にはなっちゃうんだろうけども、うん、やっぱ共通点はやっぱ反骨精神が強いということ、うん、あ、下位のガツガツガツ強くする選手たち、うんうん、人間ってさ、成功する人っていうのはある程度劣等感から始まるっていうんだよ。やっぱり自分はダメなんだっていう思い込みからそれをバネにし開花していくという、はい、まあ、そういうことがこの3人とか買い占めで活躍する人たちっていうのはあると思う。だから共通点といえばやっぱそういう反骨精神とか負けず嫌いだとか、まあ、そういうことが多く心の中にあるのかなって思うけどね。なるほど。でちょっとそのドラフトで関連する質問もう一個来てたんですけど、はい、ライトさんありがとうございます、はい、ドラ1で活躍できる選手とできない選手の違いを教えてください。今度はドラ1という縛りの中で、ドラ1っていうのは確かに素質があるからドラ1になっている、はい、まあ、例えばボールを一つ投げさせてもわーすごいなって、この肘の使い方とか、うん、すごく目立ったところがあるんだ、はい、でもそれにプラスやっぱ気持ちってあるよね人間って、うん、はい、例えば藤浪がものすごい素材だよね、はい、まあ、例えば身長2メートル近いでピッチャー上から投げ下ろす角度もある、うん、でもボールが抜ける、はい、あれコントロールがなくなる、うん、まあ、そういったことでやっぱ精神的なものっていうのも大きく左右するんだよね、うん、プロ向きかプロ向きじゃないのか、はい、それとプロの水になれるのかなれないのか、うん、これもすごく大きなことなんだよ。まあ、ドラフト1位にはなったけど、え、この人がなんでドラフト1位っていうのは俺らから見ててもあるけどね。あ、そのスカウトのを見てあるんですね、うん、だから、うん、まあ、それは各球団との、うん、駆け引きもあり、はい、やっぱこうつながりとか、うん、そういうのもありドラフト1位にしたのかなっていうのも考えられる選手は中にはいるんで、はい、だからこの選手を後々取りたいがために、あ、先にこの子をドラフト1位にしておいてみたいな。あ、なるほど。まあ、まあ、そういうつながりもあったりとかね、はい、だからやっぱ気持ちの部分っていうのは大きいと思う。それとどこに入るかっていうのも大きいよね。チームですよね。チーム、まあ、例えばもうレギュラーが完全に固定されてる外野手が、まあ、例えばいるとするじゃん、はい、そこに外野手をドラフトしたとしてもドラ1なかなか活躍できないよね。入っていけないよね枠に、はい、そうなってくるとだんだん腐ってくるというか、うん、
っぱどんなものでも腐っていくからね。だからそう腐ってしまうともう再生が不可能になってくるという、はい、どこにドラフトされるかっていうこともすごく大事なことかなと思うよね。であとどの、まあ、運というかタイミングでその年例えば外野がいきなり故障したじゃあ入ってってポンってはまる場合もあるでしょうし、うん、その人のまあ持ってる運っていうのもあるよね。ありますよね、うん、一概にだから言えないな、まあ、例えば昨年の牧、はい、まあ、実力的にはすごくいいものはあったし、はい、まあ、結果も残したけども、うん、これが外オースティン最初から揃っていればじゃあセカンド牧でスタートしたかなっていうのがねやっぱあるし、はい、やっぱ外がいない内野手が一人欠けてる、うん、まあ、そこら辺でその牧を使う勇気を持てたのかどうか、はい、っていうそういうチャンスもあるよね。ありますね。だからそれはねやっぱこう持ってる運っていうのもあるよね。確かに、うん、モテパッチョさんです、はい、ヤクルトファンなんですが、はい、なぜ去年の夏くらいから奥川選手のピッチングが良くなってきたんでしょうか、はい、見ていて安定感凄みなど、はい、こんな早く活躍できるとは、まあ、今年がもっと大事になってくるんだと思いますが、うん、ということで、まあ、去年の夏くらいからぐっとやっぱドラフト1位だよなって言うと話崩れちゃうんだけどさ、まあ、いやだけど、やっぱドラフト1位になるだけの、はい、やっぱ気持ちの強さっていうか、うん、やっぱあるよね。あとその成長が著しくボーンっていく瞬間ってあるんですか。やっぱ勝つことが一番の成長につながるよ、はい、やっぱそれが一つの自信になっていくから、はい、だから勝ち星が一つ一つの積み上げになりプライドになっていくからさ、うん、だからポンポンと勝てたのがやっぱ大きいよね。それとやっぱ彼自身もやっぱ逃げないということがさ、はい、やっぱフォアボールのもう本当に少なさにつながってると思うけども、もともとそのフォアボール少ないっていう選手で入ってきてるんですか。まあ、そうだよね。コントロールはいいと。それとやっぱ名門星稜でしょ、はい、やっぱその教えもあるんだろうね、はい、勝負ごとに対して逃げちゃいけないとか、うん、じゃないとやっぱ甲子園の決勝までいかないよね。あ、そうですね、うん、確かに。そういう意味からするとやっぱりもうしっかり育ってきてるなっていう考え方もそうだし、うん、あそこのマウンドに立った時にどういう風な考え、どういう風なモチベーションで投げなきゃいけないかっていうことも含めて、うん、全部やっぱ備わってるピッチャーだよ。ですよね。あとそれでいうとやっぱヤクルト の, その若手の ピッチャーたちが本当去年ものすごい成長っぷりだったので、うん、やっぱりそのコーチとかの教えてたのが去年花開いたっていう。まあまあそれもあるよね、うんうん、やっぱりいい教えをしてるんだと思うよ。そうですよね、うん、だから、まあ、そこら辺はやっぱ奥側だけが成長したんじゃなくて、うん、まあ球団も含めて、うん、やっぱそういう配慮だとか、はい、まあ、中10日の、ね、配慮だとか、はい、まあ、その高津監督の我慢だとか、はい、そういうことも含めて、まあ、本当にいいタイミングで成長していき、また優勝に導いたと、はい、だからもっと大きくなっていくよね、多分。そうですね、さらにまたどん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 。彼がいなかったら優勝できなかったからね。そうですね、うん、そういう言われ方もするし、はい、うん、だからやっぱこう責任とやっぱ自信、これは手に入れたと思う。大きいですね、うん、いやまだまだ質問来ていて、本来ならですね、はい、柳田選手のこれに関して教えてくださいとか守備体系から来る重要性なども質問来ているので、あ、なるほど。じゃまた次回 の,豊さん教えて豊さんのコーナーで、はい、この質問にも答えていきたいと思いますし、はい、あとぜひ質問したいという内容ある方はコメント欄にどんどん書き添えてください。はい、はい、お願いします、はい。